ちはマネーの虎、あの人は今の時間でございます。もうすでにご覧いただいているこの大きな顔、覚えてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思いますけども、当時ね、この挑戦者の方高橋さんが出てきて、まあ、今の芸能界にはもう先がないよって言って、もうモーニング娘。さんとかね、大物タレントのなんとかさん、俳優のなんとかさん、いやーちょっとあれはね、表面的には受けてるんだけどもいまいちだよねみたいなことを言っていて、ずいぶんね、芸能界批判、それから現状のエンターテインメントの世界を憂いていて、私が芸能界を変えるんだっていうふうにね、まあ、強くこう申し上げていたところがありました。この方、名前がね、高橋さんとしか分からなかったんですけども、今ね、顔が出てるこのメガネの方、妙に言うことには貫禄があるんですよ。で、当時情報もありませんし、テレビに出てくる人はみんなすごい人みたいなね、そんな、なんか印象があったのは事実です。で、このメガネをかけてね、どことなくちょっと頭が後退していて、それでいてヒゲ面っていうところに、あれ、業界のすごい人なのかなっていうふうな印象を私たちは得ました。しかしですね、この方がこの日、芸能界を変えるんだって言って、実際に私の育てているタレントを見てくれって言ってからね、連れてきた方、ね、元気で、挨拶のパリッとした女性が5人組で現れました。いや、私たちは視聴者として期待しました。すごい人が出てくるんだろうなと。吉田栄作さんはこの時に、いや、ちょっと私はこの場にいたくありませんとか言って、外に出ちゃったんですよ。で、マネーの虎の虎の陣の方には、音楽プロダクションをやってらっしゃった加藤さんがね、いらっしゃって、あの美空ひばりさんの息子さんでいらっしゃるね。義理の息子さんだったんですかね、養子だったというふうに聞いてますけども、その加藤さんがね、興味深く、おお、それうちの母がやりたかったことなんですよ、美空ひばりがやりたかったことなんですよというふうに意気投合して、で、挑戦者の高橋さんはにんまりしたわけですよね。でも出てきた女性たち5人組がパフォーマンスを始めると、すごく雰囲気がね、悪くなってですね、いや、確かに私視聴者としてもこれはないなと思いましたね。いや、出てきた女の子たちにはね、申し訳ないんですけども、まだまだトレーニングすれば立派なものになってたと思うんですよ。でも、パフォーマンスが終わった後に高橋さん自身も言われてましたけども、練習はほとんどしてないと。なんだったら、今日この番組に出る朝だけちょっと合わせたみたいなね。そんな舐めたところで出てきたわけなんですよ。それは女の子たちもかわいそうですよね。うん。かわいそうだし、実際に、この加藤さんもかわいそうじゃないか。こっちは血のしょんべん出る思いでやってんだよ、なんだそりゃみたいな感じでね、怒られてましたね。高橋さん怒られて、どういう経歴なのかなと思ったところ、特に芸能界や事務所に何か縁があったわけじゃなくて、少年時代にローリングストーンズかなんかに憧れて音楽をちょろっとやっただけみたいなところらしかったんですよ。で、今ね、ご覧のようなご年齢ですから、いろいろとできることあったんじゃないかなと思うんですよね、うん。まあ、あまりにもマネーの虎に出演するにはハッタリだけで中身がなさすぎたかなと思いますけども、反面ね、こういった女の子たちを集めて、少なくともこういった番組に出ようよっていう風に誘導できたところには一定の信用があったんじゃないかなと思うんですよね。一歩間違えたらアイドルを餌にですね、まあ、あの女の子たちにいたずらをしちゃうようなね、そんなおじさんにもなってしまうのかもしれませんけども、いや、でもね、何がしかのチャンスをつかもうとしたことは、あの、私はその笑えることではないと思うんですよ。ただもうちょっと煮詰めてから来た方が良かったかなと思いましたね。で、またここで結局ダメよになったわけなんですよ。ノーフィニッシュになったわけですよ。ノーマネーフィニッシュ。でも、それから、あれからね、10年、20年と経って、今、それでも石にかじりついてエンターテインメント業界を変えるために何かをやってるのかなと思ったんですけども、情報は特にありませんでした。ですんで、この高橋さんのその後、よくわかりません。うん。どういうことなんでしょうかね。まあでも、マネーの虎ってのはね、本当に私たちがワクワクして見た番組ですよ。うん、だから特にケチをつけることはありませんし、あの番組に挑戦しただけでも私はすごいと思いますね。うん、ただ、挑戦すればいいってもんじゃないので、その虎の皆さんっていうのは自分たちの事業をほっぽらかしてね、手弁当でギャラなしでああいうところに出てきて、で、出資をしてね、で、出資でも儲けようと思ったわけじゃないですよ。誰かにチャンスがあるならばってことで、聞くところによると契約書の1枚も書かずに、出資者にお金をポンポン渡していたみたいな感じだったですよね。うん、そういうふうな、うん、自分もチャンスをいただいてこの立場になった。だからまだ自由が利くうちにチャンスを誰かにあげたいなみたいな善意で番組って作られたと思うんですよ。だからね、やっぱりね、本気で怒りますし、本気で、向かっていくんじゃないかなと思います。
いいよいいよでお金をね、ポンポン上げるような番組じゃないと思いますんで、非常に審査は厳しかったのかなってところですよね。はい。で、今はね、令和の虎っていう番組が、YouTube でありますけども、私もこういうの憧れますね。なんかその、自分なんかが僭越ですけども、誰かチャンスをつかみたいと思ってる人に、実際に何かお手伝いができるんだったらね、こんなにね、貴重な経験はできないかなと思いますので、これからね、マネーの虎速稼塾版、ちょっと考えてみようかなというところでございます。それでは今回は以上です。お疲れ様でした。